どうも。今回の動画はですね、まあ、今ですね、僕漫画喫茶にこうこもってやってるんですけど、ここね、あのカラオケ ブースがあるんですよ。で、このカラオケブースあるんですけど、最近っていうか、まあ、この3日間、僕3日目なんですけど、あのここにこもってやってるんですよ。で、なんかどうやら、なんか僕と同じぐらいにここのカラオケにこもってる人がいて、で毎回同じ人が聞こえるんですよ。でしかもめっちゃ歌ってるんですね。隣にいてるんですけど、今多分選曲してるんじゃないかなと思うんですけど、もうとりあえずこの人の声この3日間めっちゃ聞いてるんですけど、まあ、多分選曲してますね。で多分このここのワンツーカラオケっていうところなんですけど、そのまあ一人でこう歌うんですね。こう一人で歌えるんですけど、めっちゃ一人で歌ってるんですよ。で聞こえるんですよね、これね。まあ、結論ですね、まあ、音程が合ってないですね。まあ僕も音痴なんで人のこと言えないんですけど、まあ、とりあえず頑張ってます。最近この3日間この人の歌声をねずっと聞いてるんですけど、もう何事も凡事徹底ですね。僕8時だから1日8時間ぐらい歌ってるんですよ、この人。って僕思うんですけど、一応これ一応ブースなんで、もうちょっと防音してもいいんちゃうかなっていう。まあ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 一応ヘッドホンして、まあ、歌うんであれなんですけど、もうちょっと防音してもいいんじゃないかなっていう、ね、もうガン聞こえなんですね。全部ですよ。頑張ってますよね。さっきね、愛は勝つは歌ってたんですけど、あ、なんかすごかったですね、愛は勝つ。愛は勝つを熱唱してたんですけど、まあちょっとね、さっき動画これ別件で撮ってたんですけど、ちょっときついなっていう。まあ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 、これ BGM 流れてね。
まあ、前もですね、カプセルというのはその秋葉のカプセルホテル泊まった時もすごくね、いびきがね、すごかったんですよ。すごかった。まあそれね、確かね、秋葉のカプセルホテルの怪奇現象みたいなやつが確かね、1万回ぐらい再生されてるんですけど、秋葉の確かね、怪奇現象、そのいびきもすごかったんですけど、あ、1万2000回再生されてますね。秋葉の高級カプセルで、高級カプセルホテルで起きた怪奇現象、1万回再生されてます。いや、まさしくカラオケボックスで起こった怪奇現象ですね、これ。カラオケボックスで起こった怪奇現象ね。これね、実はあの水曜日お昼放送してたんですけど、ライブで。で、ここでライブちょっと放送してたんですけど、まあ、この人歌ってて、だから結構この人めっちゃ頑張ってますよ。めっちゃ頑張ってる。次何の選曲するんだろうな。しかもね、ガンガン入れるんですよ。なんか鬼蛇休憩なしでよく歌うなっていうね。なんかね、すごいんですよ。なんだろうな、聞いたことありますね。多分これスキマスイッチかな。スキマスイッチですかね。はい。まあとりあえずですね、まあ、この動画で何が伝えたいかっていうと、音痴でも頑張れば音痴だと。僕ね、あの3日間ぐらいこの人の歌聴いてるんですけど、一向に歌うまくなってないですね。頑張ってますね。いや、僕も歌おうかな。いや、歌わないですけどね。一回ですね、僕ね、動画撮ろうと思ったんですよ。せっかくこれあるんで。
せっかくこれあるんで歌おうかなと思ったんですけど、もう音痴すぎてちょっときついなと思って自分で歌ってて思ったのが、もう音痴すぎてこれ自分で自分をショックみたいな、もうほんと音程僕も取れないんでね、人のこと言えないですけどっていう動画になります。